サーバーワークス AWS アップデート。こんにちは、サーバーワークスです。先週の AWS アップデート情報をピックアップしてお届けします。 AWS SAM CLI に SAM リストコマンドが追加されました。 AWS SAM とはサーバーレスアプリケーションモデルの略称で、 Lambda や API ゲートウェイ、 DynamoDB のような AWS サービスを活用したサーバーレスアプリケーションのデプロイに特化したAWS クラウドフォーメーションの拡張機能です。 AWS SAM CLI は SAM を使用したサーバーレスアプリケーションの作成と管理を簡単に行うことができるコマンドラインツールです。今回のアップデートでは SAM リストコマンドが新たに追加されたことにより、サーバーレスアプリケーション内のリソースやサーバーレスアプリケーションの状態に関する重要な情報を出力することができるようになったというものです。システムズマネージャーチェンジカレンダーで運用イベントをカレンダー表示できるようになりました。システムズマネージャーチェンジカレンダーとは、システムズマネージャーのゴートメーションやランコマンドによる処理の実行を許可する期間、拒否する期間を指定して制御することができる機能です。例えば、平日日中帯はある特定の操作を拒否するといった制御が可能です。今回のアップデートでは、チェンジカレンダーはオートメーション、メンテナンスウィンドウズ、ステートマネージャー、チェンジマネージャーなどのシステムズマネージャーの機能と統合し、チェンジカレンダーに運用イベントビューを表示できるようになりました。これでカレンダー形式でどのような運用アクションが実行されるのかを確認することができます。 Amazon Kendra が東京リージョンで利用可能になりました。 Amazon Kendra とはデータソースから取り込んだコンテンツに対して自然言語でマッチするコンテンツを検索できるサービスです。例えば、住宅手当をもらえる条件は、書籍を購入する際の稟議の回し方は、資格取得の申請方法はといった形で該当のコンテンツを検索できるため、社員が自身で資料を探す時間の低減が期待できます。クラウドフォーメーションにスポットライトタブが追加されました。スポットライトタブはクラウドフォーメーションに関するブログ、 AWS 公式ドキュメント等に簡単にアクセスできる機能です。 AWS はドキュメント類が充実している一方で、 AWS に不慣れなユーザーからすると情報量が多いがゆえに検索したい情報にたどり着くのが難しいことがあります。今回のアップデートにより、クラウドフォーメーションに関連する情報に素早くアクセスできるようになります。 AWS ラムダが非同期呼び出しに関連するクラウドウォッチメトリクスを新たに3つサポートしました。今回新たにサポートされたメトリクスは次の通りです。 1. Async Event Received。 ラムダが処理のために正常にキューに入れることができたイベント総数で、イベント総数が異常値であればトリガーの設定ミス等の異変に気づくことができます。 2.Async Event Age。 ラムダがイベントのキューイングに成功してから関数を呼び出すまでの時間です。ラムダの再試行間隔、つまり再び関数を呼び出すまでの時間は指数関数的に増えていくので、関数の実行失敗やスロットリングエラーに気づくことができます。 3.Async Event Dropped。 関数を実行せずにドロップされたイベントの総数です。ラムダは呼び出しイベントが最大有効期間を超えるか、すべての再試行に失敗するとイベントを破棄します。イベントが破棄された総数が多い場合、関数の実行失敗やスロットリングエラー、最大有効期限や再試行回数の設定不備に気づくことができます。 Amazon SNS が X-Ray によるアクティブトレースをサポートしました。 X-Ray とはアプリケーションへのリクエストに関するデータを収集する AWS のマネージドサービスです。クラウドウォッチメトリクスとは異なり、レスポンスタイムやレスポンスステータスなどの情報も収集するため、パフォーマンスモニタリングに有効なツールです。マイクロサービスによりサービス間連携が多岐にわたる場合、どのサービス間連携のリクエストが処理上のボトルネックになっているのかを特定するのに役立ちます。今回のアップデートは Amazon SNS が X-Ray によるアクティブトレースをサポートしたというものです。これにより SQS、Lambda、Kinesis Data Firehose 等の宛先サービスに対して Amazon SNS を介して流れるリクエストをトレースして X-Ray で表示できるようになります。例えば、リクエストが SNS トピック内で費やした時間や、 SNS トピックの各サブスクリプションにメッセージを配信するのにかかった時間などを把握することができます。サーバーワークスメールマガジンでは毎週アップデート情報をピックアップしてお届けしています。概要欄からぜひご登録ください。今週のアップデート情報は以上です。来週もお楽しみに。